巨人の正体を突き止めるのは調査兵団本来の任務でしょ。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルビー、行かせてもらうよ。待て、ハンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分団長、一人では危険です。リヴァイ、追え。チッ、バカが。リヴァイ、お前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。限り戦闘を避けろ。バカが。馬があれば追いつかれない。どうして化け物だ。おとなしくしよう。行く。おとなしくしろ。一体起動できる場所まで移動するぞ。仕方ないな。他を探そう。いい展開になってくれるわ。おとなしくしろ。行く。あいつまたどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。俺の敵じゃない。行く。苦戦してやがるのか。やる。あの円台、拠点設置のための物資を配線で調達中だが、俺の敵じゃない。相手して。行く。
前に成功したきりなんですよね。どうした？救援要請か。行くぞ。手番です。了解しました。了解。ここにいるのはまとめてオルオか。あいつの後だ。それも決まってんじゃねえだろ。まとめて相手して。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ。部下を危険にさらすな。兵長、判事分隊長、あそこに。なんだ。34回目の腕章。壁外調査で死んだ兵士だね。名前はイルゼ・ラングナ。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した。表情を変えた。私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。ほう。ほう。ほう。おお、なんてことだ。ああ。ほうほう。ああ。なんてこった。Hoo hoo hoo!